じゃあサリさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、2021年は、はい、コロナがまだまだ居続ける世の中ですけれども、はい、テーマをですね、はい、なんとこの本から私は拝借いたしました。はい、はい、この方の歌がとてもまあすごくもういろいろあるんだけれども、中で1年ずっと胸に置いときたいなと思う歌でして、はい、それを読まれた時サリさんどう思われましたか？まずなんかそれを読んでいただきたい。どこだったっけ？偶然は積み重なって丸くなる。ここは確かに地球の上だ。もうね、部屋にも自分が書いて貼ってあったり、はい、パソコンいつも毎朝パソコンに向かう時も書いたの貼ってあって、うん、お家に2つこの歌がいます。なんだか見ると元気が出るので、うん、それで私はこの歌が好きです、はい、うん、私もちょうど立山さんからメッセージをいただいて、うん、あ、なんてなんだろう、美しいというか、なんかもうこの今この瞬間をこう包み込んでくれる、優しい歌だなと思って、その言霊から、言葉に通ずる、植物からのメッセージを選ばせていただきたいなと思って、いろいろと重ねていったんですけど、はい、私すごく突き詰めてなんかこうそのまずその瞬間、こう背景全く知らずに、この作者 の笹本さんの、背景とか全く知らずに、まずもうこの言葉の粒から、感じたイメージをまずこう思って、でもその後にこの笹本さん の、人間像というか、生きた証をこう追っていって、宇宙のことだったり、植物のことだったり、笹本さんが愛していた世界観と、こう触れていた世界観の中の言葉の粒をなんか読み込んでいく中で、本当に好きになっていって、そのなんというのかな、今年はコロナもあって本当にここに来られるっていう、それもすごく幸せなことだし、なんか毎日があるっていうこともすごく幸せなことなんだなと思ったり、なんかそんなことを考えながら香りを選ばせていただいたんですけど。